おお。ぶっちゃけ俺もこんなに回したことなかったですね。ちゃんと言ってくださいよ。皆さんこんにちは、CSKです。今日の動画はレクサス最上級ラグジュアリークーペモデル、レクサス LC500 のコンバーチブル、こちらについて実際に見て乗って体感する機会をいただいておりましたので、動画で皆さんにお届けしたいと思います。コンバーチブルモデルということでオープンカースタイルになります。そのためですね、どうしても走行中は外の音が入りやすく、ちょっと聞き取りづらいところもあるかと思いますが、そのあたりも含めて醍醐味として味わっていただければと思います。それでは早速本編いきましょう。はい、それではですね、もうこの流れを見て何の車かお分かりでしょう。そしてどんな人が来てるか分かると思います。車買う系会社員の村山さん、おはようございます。おはようございます。勝手に肩書き言っていくっていう。今日はですね、はい、村山さんのちょっと前の動画でも登場した LC コンバーチブル、この車まずおめでとうございます。ありがとうございます。で、すごい貴重な機会をいただいて今日撮影させていただくことになりましたので、まあ、ちょっとね天気があまり良くないかもしれないということで、はい、もう早速乗りに行きたいというところなんですが、はい、一番最初エンジンをかけた時の音が IS500 とやっぱ結構変わるということなので、まずはエンジン音をちょっとかけたとこ聞かせていただいてもよろしいでしょうか。はい、はい、じゃあお願いします。はい、なるほどなるほど。おお、明らかに IS500 とはやっぱかけた時の音が全然違いますね。違いますね。一回踏んだような音でエンジンがかかるっていうか。そうですね、テンション上がりますね。朝一は暖気しない時はもっとすごい音がかかりますね。はあ、正真正銘ですねこれは。そうですよね、はい、ではあとはですね、雨が降る前にということで、やっぱり LC コンバーチブル上開けていきたいということなんですが、このちょっと男心くすぐるオープンシーンも撮らせていただいてもよろしいでしょうか。お願いします。じゃあお願いします。はい、おーおー、すごいすごいすごい。わ、なんか出てきた。ちゃんとヘッドレストのところにね L の字が入ってますね。ありがとうございます。ありがとうございます。ではもうちょっとまだ緊張しっぱなしですが、早速よろしくお願いします。はい、お願いします。はい、それでは今早速乗り込ませていただきましたんで、エンジンもう一回だけかけさせていただこうと思います。失礼します。これテンション上がりますね。いいですね。大変緊張しておりますが、村山さんがよく似ていただけるということでよろしくお願いします。お願いします。めっちゃあったかいですね今。あったかいです。首からネックヒーター出てます。シートヒーターあえて今あんまりつけていただいてないんですけど、十分あったかいので、もうこのままオープンで行かせていただこうと思います。はい、じゃあよろしくお願いします。はい、お願いします。うわー怖い。あ、こんな感じなんだ、ステアリングの角度とか。あ、なるほどなるほど。いやちょっとこれ怖いぞ。しかもね、何が怖いってやっぱり大変高額な車両でございますので、まあ、段差はそんなに気にする必要なさそうですね、この車。あ、本当ですか。はい、その辺も、はい、まあ思いっきりまっすぐいかなければ、ちょっと斜めに行くぐらい気持ちやっていただければ。そうですね、まず今その話をされるまでは車高を気にするなんていう認識は一切ございませんでした。はい、じゃこれは斜めに出るということですね。そうですね、まあ、全然このぐらいなら良いです。はい、あ、ちょっとねここは40キロですけど、ちょこっと踏んでみますね。はい、40キロ。あ、音がやばい。やばいですね。いや、もうなんか全然音違いません？ IS500 違いますね。あ、これも今ノーマルモードノーマルですよね。ですね。で、ちなみにその、まあ、相変わらず事前知識を入れずに来てるんですけれども、はい、これやっぱりスポーツとノーマル、もしくはスポーツの中でも S プラスか S かによって。そうですね、変わりますか。ここの部分で実は奥に回していただくと、はい、ここですよね。はい、S プラスと言いますか、はい、結構変わりますね。あ、じゃあまあ露骨に変えてきてる感じなんですね。そうですね。で、今ちょっとこの40キロ前後で走っている感じ、この風が外から入ってくるには来るんですけど、はいはい、なんだろう、下まで入ってこないですね。そうなんです ね頭の部分、髪の部分がちょっと寒いなっていうぐらい で、うん、でちょうどそこにこうネックヒーターが当たってるっていうところもあって、はい、なんだろう、私あの露天風呂とかも冷たい
空気のあるところで入って、下あったかくて上が涼しいのが好きなんですけど。そんな感じですね。はい、そんな感じで最高ですね。まあ、今外気温自体は13度になってます。風が結構冷たいんですけれども、これはちょっと日差しもそんなにないし、オープン走行するには最高のコンディションじゃないですか。ですね。なんでしょうね、停車してるだけでいい車乗ってるぞ感がすごい。そうですね。見られ方も半端ないですよね。そうですよね。まあ、しかも今日なんでカメラもつけてるんで、なんじゃこの人たちは。怪しい。怪しい人ですよね。ちょっと、あ、でもやっぱ今ちょっと乗って思うのは、そのアクセルを踏んだ時の感じとか、はい、ブレーキの感じは別になんか一般の人が全く乗りこなせないような感じっていうのはなくて、そうですね、ノーマルモードはむしろ結構マイルドな感じですよね。うん、全然。 IS500 の F スポーツパフォーマンスって村山さんも試乗されました？してないんですよ。あ、そうですか。はい、本当にね、踏まなきゃ普通の今ぐらいで走ってれば、はい、のぶとい音がする IS っていう感じで。ああ、なるほど。乗り心地もいいし、なんかアクセルもそんななんか困るようなこと一切なくて。あ、そうなんですね。うん、ブレーキも効きすぎるとかもなくて、はい、あ、そっか、じゃあ LC との違いってこういうとこなんだなって僕思ったんですけど、はい、まあ、LC もノーマルで走ったら普通に乗れるぞっていう。そうですよね。うん、まあ、ハイパフォーマンスな車あるあるで、踏みたくなっちゃうから踏んだらやばいっていう。そうですね。ね。まあ、ぜひ高速乗ったらスポーツモードで。あの大丈夫かな、シフトダウンしていただくとすごい音が聞こえてきますんで。ギアをバッと落とした時になるのがブリッピング。そうですね。アクセルをオフにした時はバブリングでしたっけ。バブリング、そうですね、バブリングでもそんなにしないですね。うん、あのスープラみたいなババンっていう感じはないので。ああ、なるほど。はい、じゃあ、あのバンっていうそのブリッピングは結構楽しめる。そうですね。ああ、最高だ。私ほらレースとか見ないし、はい、そんな激しい運転なんかできないけど、あれだけはなんか他の人の運転とか映像を見てテンション上がるんですよね。はい、いや楽しいですね。ぜひ満喫していただければと思います。いや、手汗がすごいかもしれないですね。で、まずこの LC のハイパワーなその凄さのアッパーをまだ知らない状態なので、はい、乗ってすぐにはやっぱ踏み込めなかなかないところもあると思うんですが、ちょっと安全運転大事で。そうですね。でも楽しんでお願いします。いただきたいと思います。ちょっと海の匂いが入ってきてる感じですか。そうですね、まあ、ちょっと海近いんですよね、こう、うん、場所柄的に言うと。なんでしょう、やっぱりあのパノラマルーフを開けてとか窓を開けて走るのとは全然違いますね。はい、違いますね。でもね、風もちょっとなびいてるぐらいで、私もそんななんかこう、わ、風ちょっと入ってきすぎて不快だなみたいなの全くないです。そうなんですよね。いや、いいですよこれ。今超気持ちいい。ガチガチに緊張はしてますが、とっても。いや、もう完全乗りこなしてますね。いや、あの直線だったら両手でしっかり握ってればいけてるというところかなと。いわゆるその不快指数につながるような尖った感じとかがないな。ないですよね。ちょっと例えはもう比べちゃいけないですけど、 NX350 と同じような感じで、やっぱ硬いけど硬さのベクトルが違うっていうような感覚があった時となんか近い感じがして。そうですね、安心感があるだけ。はい、乗り心地が悪いとは感じない感じが今のところします。なんか最初私そのネックウォーマーみたいのがあるって聞いた時に、はい、まあ、高価格帯の車なら別にオープンじゃなくてもあった方がいいんじゃないって思ったんですけど、はい、オープンだから必要だっていうことが今よく分かりました。結構な風量も出ますし音も出るはずなんで、まあ、これはオープンの車専用のあれですね。いや、しかし今もう本当高速道路、このまま入る感じですか。ええ、もうこれ入ってます。じゃあもうちょっと、じゃあ、はい、マニュアルに入れさせていただいてスポーツ S プラスに入れます。じゃあちょこっと踏みます。やばちょっと待ってください。音全然違うじゃないですか。違いますね、これは。うーわちょっとこれやばいぞ。ちょっとだけじゃあもう一回踏ませていただきます。おーおー、いやちょっと欲しいこれ買いましょう。これはダメでしょう。だ、今も4000回転ぐらいでギアを落としただけで今の音ですもんね。そうなんですよね。
気持ちを落ち着かせるためにクルーズをセットしていきます。そうですね、はい、でクルーズでレーンキープもセットしていく、まあ、まだレーントレーシングアシストの世代ではないので、はい、いわゆる LKA。 そうですね。どうですか実際、まあ、使わないですか、まあ、この車だと。あ、いやでもこうやっぱり使いますね。あ、なんだか使いますか、はい、あもうちょっと長めの直線の良い高速だと、まあ、100キロぐらいで巡航で、いや全然普通にクルーズセットしちゃえばやっぱり静かな車。ですけど、あのこの道だとですね、はい、アクセル回路は多分 30% 負けてないです。とてもじゃないですけど、踏めませんね。無理です、無理です。これはだから皆さん、あの音からするととんでもない速度出てると思うかもしれないんですけど、あの普通に走れる速度でめちゃくちゃいい音出してます。そうなんですよね、この車実はあんまりスピード出さなくても楽しいんですよね。楽しいですよねこれ、はい、わーこれ新東名とか、まあ今もね最高速度がちょっと高い高速道路に向かってるわけですけど、いやちょっと楽しみですし、またこの0キロぐらいからの1速2速3速で駆け上がっていく感じとか、はい、まあ、なかなか行動では試せないんですけど、たまんないものがあるでしょうね。いやーいいんですよこれ。なんか私 LFA とかは実際にエンジンがかかったところを、はい、1回青山のギャラリーかなんかでやってる動画を見たことがあるぐらいとか、はい、あとオペライオチャンネルさんとかで見たことがあるぐらいで、こんな甲高い音するんだって思ってたんですよ、はい、でこの間 IS500 に乗らせていただいて、はい、あこういうのが皆さん好きであって、はい、じゃあだから LFA とかの甲高い音って珍しいんだなと思ってたんですよ、はい、でもこれはどっちかって言ったら LFA 方面のその高い音ですよね。かなり音は低き込んでますよね。あ、全然違いますよね。もう、あもう高揚感が半端じゃないです。半端ないですね。確か前回相談員さんたちと乗った時に、はい、最高出力がめちゃくちゃ下がるかっていうとむしろ変わんないぐらい。そうですね、確か、まあ、基本エンジン同じなんですよね。うん、でもね全くの別物ですよこれ。そうなんですよ。うわー、しかもなんか私最初ハードトップで出た時も、はい、あの上のラインかっこいいと思っていて、はい、あの刀みたいなデザインをどうのっていうのもあったじゃないですか、はい、でもやっぱりコンバーチブルが出た時にかっこよすぎないかいって。かっこいいですよね。上を開けるかどうかは別として、やっぱ穂がついてる車は憧れじゃないですか。そうなんですよね。 いつか欲しかったんですよね。まあ買わないだろうなと思ってましたけどね。まあ私からすると村山さんは買うだろうなってしか今も、まあでも今買えないですもんね、買いたくても普通は。そうなんですよね、これを買えたのも本当に、はい、たまたま某ネモさんからのご紹介があったから。某ネモさんとの紹介で、はい。いやまあそれで即決されるからやっぱり意志が固いですね。いやもう先着順で、今買うんですか買わないんですかみたいな感じでしたからちょっとこの間勝手にですね、はい、村山さんの話題出させていただいてましたけどまあやっぱり私は車好きっていうか、まあ、車好きですけど、はい、村山さんたちみたいなガチの車好きと比べると、いい車の機構とか、はい、まあ、そのエンジンがどうだからってあんまりまあなかった世代っていうのもあったんですけど、はい、こうやって乗っちゃうとなんかその先に待ってる馬が見えてくる感じがしますね。あ、そうですよね。でしかもこれが10年後20年後ってなった時に買いたくてもお金持ってても乗れないみたいな。そうですよね、これはもう無理でしょうね。あ、それを聞くとなっていう感じがしますね。ちょっと今全然車いなくなったんで、ちょっと S プラスに入れて、ね、マニュアルに入れて、ちょっとじゃあ3速に落とします、はい、行きます。はい、今でもあれですね、おこれで5000回転くらい。そうですね、全然レブにも届かないと音でこのぐらいですかね。いやうわ、ぶっちゃけ俺もこんなに回しようかなかったですね。ちゃんと言ってくださいよそれはまずい。いやちょっと鳴らし運転中から飛んでほしいちょっと待ってそれ鳴らし運転から、いやちょっとやばいですよ僕。そうするとあの何にも考えない人なんで。いやまあ鳴らしはあんまりしなくても大丈夫です言ってましたんで大丈夫ですいやそういうわけにはまあでも今すごく思うのがやっぱり IS500 だとギアを落とした時に本当にレベリミットより少し手前6000回転とかそのぐらいに落とした時にはまらないとボンっていう綺麗な音があんまり鳴らない印象だったんですけど、 LC は本当4000ちょいとかだいぶ多分まだ余裕があるタイミングでも音
音が鳴ってましたね。そうですね、結構そこの音は正直あの一般道でも出せるぐらい結構いい感じですよね、うん、そうですね、はい、これじゃあちょっとまたギアを落としていって、はい、今5速なんですよね。もうそうですね、で4速で、あ、そうか、アクセルを乗っけてるとあれはしないのか。これまだ3速、2速なん入るのかな、ちょっといいですか、はい、2速あ入りますね。5速でも4000回転、これあの白色のタコメーターのゾーンで、そうですね、やってこれですね。ちょっとあの鳴らし運転でビビっちゃう。いやいや、もう鳴らし終了です。いやちょっとこれ鳴らし運転派のネモさんに言わせたら何してるんですかって言われそうな感じがしますね。これちなみにドライブのままで踏んだらどうなんでしょうね。どうなんでしょうね、ちょっと試してみましょうか、はい、いきます。おー、ちょっと待ってください、何ですか。おなんかすごかったな今。なんか表現の仕方が難しい。結構今背中から来ましたね。来ました、やっぱ当然その一瞬のラグってまでは言わないですけど、一瞬ありますよね、うん、ギア落としてそのまま行くのに比べるとワンテンポありますけど、なんかまた違う音色で思いっきり押されました、ね、押されました。しかもまあ当然ですけども、こんなハイパフォーマンス感なんで私とてもベタ踏みができませんので、今は踏みは打ちましたけど6割7割ぐらいで、怖くてちょっと引いちゃいましたが、多分ベタ踏みがでもできると、ETC カードを出した時はベタ踏みできますよ。ああ、いやでもこれ大丈夫ですかね。もう大丈夫、不動とかになったりしないから、これは制御できますね。できるんですか。正直スープラの時は結構急転してましたけど、はい、私これは大丈夫ですね。あ、本当ですか、はい、これは ETC から踏んでいただければ。ああ、ちょっと視界に関しても思った以上に車両感覚は走ってる部分は掴みやすくて、そうなんですよね。やっぱ駐車がちょっと難易度高めっていう噂聞きますけど、駐車は難しいです。ボディーラインがこう張り出してるから合わせづらいとは聞きますけど、走ってる分には LX 同様普通に乗れてしまうと。乗れます。実は私の販売店さんにずっと鎮座してるんですよ、もう LC コンバーチブルが。で今あれ販売されるかなっていうところになったんですけど、まあ、展示車とかもなくなっちゃって、はい、販売見合わせ中なんですね。これはもう手に入れるしかないですね。もういつかは売りに行きますよね。でもそうですね、 LX もそうですけど、その、ね、長期保有するほどの資金力は村山さんと違ってないですけど、もう本当に短期回転で回していかない限りはちょっとだけ乗れる車じゃないですか、ね、そうですよね。でも短期、まあ、それが1年だったとしても、その1年間がすごく特別なものになると思います。で村山さん今同時所有何台でしたっけ。今は、まあ、で2台から3台を回してる感じですかね。3台ぐらいとかで今だから LC コンバーチブル、はい、LX、NX、 そうですね。ああすごい、まあ、ちょっとスープラをここで入れ替えたっていう感じですね。そうですね。さあではちょっとまあ雨が降ってきたことを考えて一回パーキングエリアに入ってこう閉めてみます。ブレーキ普通に踏めって話なんですけど、どうしてもこうしたくなっちゃう。いやーちょっとこれやばいな。買えるなら買った方がいいですね。買えるなら欲しいですよね。欲しいですよね、買った方がもちろんいいんですけどね、買えるなら。それはもうお金的な意味もそうですし、買えるか買えないか、その車がね売ってるかどうかっていう意味でも、買えるならば欲しい。ではちょっと頬を締めていこうと思います。ではじゃあこのままでいいんですよね、頭のところまで降りてくる感じ。そうですね、はい、じゃあ締める操作をお願いします、はい、あメカニカルな感じがいい。おちょっとねカメラで上撮れないですけど、我々の頭のところに今から降りてくるわけですね。来た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 、何思った以上に頭上空間ありますね。あるんですよ、これ分かりますかね、これ結構はい、あります、余裕が。あ、なんだ、もっと来ると思ったけど全然大丈夫そうですね。全然大丈夫です、はい、ではちょっとこれ閉めた状態でね、エンジンをどのぐらい聞こえてくるのかちょっとやってみようと思います。いきます。あーでもすごいすごい、けど入ってこないから
まあこのぐらいなら夜中かけれるでしょってやるんだけれども、外は大変なことになってるわけですね。あのうちのレクサスディーラーさんはすぐ裏があの普通の民家なんですけど、はいはいはい、あのそこの区画に LC は止めないでくれっていうことになってるらしくてですね。ああのそのぐらいやっぱりエンジンスタートは結構ボーンと。ちょっと夜中1時にコンビニ行こうはできないですね。そうですね、できれば朝8時ぐらいから夜の10時ぐらいまでにしときたい車っていう感じですよねそんな人生送ったことないですけど、そっとなんでこれセカンドカーじゃないと無理だなっていう感じはしますよ ね、 なるほどですね。ありがとうございます。前回ねちょっと IS500 の時はしっかり触ってませんでしたけど、このモニター動かすボタンを触れば稼働する、でその中でいろんなものをね見ることができて、まあ、これ本当に IS500 とほぼほぼ一緒の感じがしますね。だから燃料ゲートが通常の状態だとこっち側にあるんですけど、切り替えるとこの左下に出るみたいなことを前回動画で言ってました。いややっぱこっちの方がいいですよ、うんね、かっこいいですね。かっこいい、はい、しかもねすごく見やすいです。走ってて見やすいですよ ね、 ね、あの本当今私ね鳴らし運転を無視するっていう行為をやったばっかなのであの回転数をちゃんと見るっていう意味では、ね、ちょうど鳴らし越え終わる1000キロに到達することになる本当にすみませんでしたでは帰りはですねちょっと静かモードで走っていきたいと思います。私あの LX と試乗した時も村山さん乗り始めて直後ぐらいから買いましょうって言っていやでもちょっとあれですよね、もうオーダーストップ買ってよかったですね。あれも本当にそうですね。今2026年2026年、まあ、あの辺りぐらいから私ちょっと歯車狂っていたというか。そうですね、まあ、皆さんからもなんか買いすぎじゃないっていう。でも決してこう村山さんみたいに1年に何台も来るとかではなくて、何年も先のちょっと段階的に買ったので割と平和なはずなんですけど、はい、まあ、でも RX は買えないとな。ちなみに RX はエントリーは、したんですが、が昨日電話ありまして、お厳正なる抽選の結果、はい、ダメでしたと。ああ、いうのを昨日の某イベントの最中に電話がかかってきたので、まさか抜けてましたね。当たったらお電話しますと来たんで、来たと思ったらダメでしたみたいな。電話メールで言っていたじゃないですかとか言ったんですけど、いやちょっとお電話でお伝えしなければとかこれちゃんとしてますよねレクサスは。あそうですか、結構早かったですね抽選結果。あそうですね、だからまだただこの LC を買ったディーラーさんの方の抽選もあるので。あなるほどなるほど、はい、そうですよね。だから複数の店舗で購入していると一応複数のオーナー券が得られると。そうなんですよ。で私も今回 RX を自分の店舗さんと別の店舗さんどっちにするかを決めかねていまして。なるほどね、はい、まあもちろん大変お世話になっている今の店舗さんで買いたいところなんですけれども、はい、これからも欲しい車たくさんあるじゃないですか、はい、私の中でもずっと同じ店舗さんでと思ったんですけど、こういう時代が来ちゃうと、うん、仮に厳正なる抽選を勝ち抜いたとしても、はい、まあ、私たちがね忖度なんかされるわけないんですけど、お店にもしそれで指摘とかが入るのが申し訳ないなと思って、はい、そうなんですね、いちいちいやあの YouTube やってる人優先したんでしょみたいな、はい、そんなことになるぐらいだったらなんか一層あの車種分けた方がいいんじゃないかなっていう。あ、まあ、それはあるかもしれないですね。今ちょっと思っていて、はい、まあ、であえても公表もせずに、うん、粛々と買う店舗さんを、まあ、今何店舗か見繕わせていただいてですね。正直レクサス結構店舗ごとの権限がだいぶ違うので、うん、あの違うところでいろんなサービス受けるってありなのかもしれないですよね。そうですね、はい、違うところに行くと違うお茶菓子が楽しめるっていうあのささやかな楽しみもありますよね。そうですね、歯医者さんが違うとってとこですよね。そうなんですよね、うん、本当にね、まあ、こんな時代になるとはっていう感じですけどね。だからもしかしたらこの動画が出る頃には RX の抽選結果が分かってるので、はい、実は他の店舗さんで、まあ、当たりましたとか、はい、買いましたみたいな話になってるかもしれない。いやいいですね、そうなると。その時はちょっとまあ早く村山さんにはご一報入れますね。いやまあでもただあの中のレクサスのメンバーは多分何人かは当選されるでしょうから。そうですね、もうみんなで寄ってたかって乗りましょう。はい、もうその時はもうちょっとお願いしますとレクサスの術中に我々もハマってきましたね。そうですね、思惑通りに、思惑通りにハマってきてる感じがして、やっぱり世界で一番儲けてる車会社のマーケティングにまんまと乗せられるこの戦法がやられてるところはありますよね。そうですね、ま
ちょっとですね、今が撮影させていただいているのが11月20日なので、まあ、あと1週間後には RX が買えるか買えないかが判明しており、そうですね、万が一買えないと曲がり間違って LC の方向に行く可能性が、まあ両方買っちゃいましょういやそれはですね、私はトヨタファイナンス通らないですね。みんなで、あの営業さんが教えてくれます。今後の話で聞く村山さんも新型のアルファード当然もう買わせていただけるなら何でも買えますよ。もう何年待つか分かりませんけどね、新型アルファードなんてねえ、それは乗りますよ ね、 ねえ、もう我が家ももうアルファードを乗りたいっていうのはもう待望なんですよね、まあ、妻としてはもうずっと欲しがってて、だから行くわけなんですよ、はい、でもその時点で結構渋滞してるんで、そうですよね、あの辺はもう本当に買えるのかなってよく分からないですよね。分かんないですね。だからまあ買えたらラッキーっていう、そうですね。で私結構でもね、新型アルファードが来ちゃうと、はい、室内も広い、はい、装備も多分いい、はい、内装も悪くないというかいい、はい、だからもう三方よしでというかね、もう手放す未来が見えない。私も現行アルファード 2台乗ってましたけど、はい、まあ完璧な車ですよね。あれはだって現代版にブラッシュアップされちゃったら、まあ、あの当時みたく、ね、1年乗ってまた買ってっていうのはできないじゃないですか、はい、そうするともう入れ替えられない固定としたアルファードがついてしまって、そうなんですよね。って考えるとどうなんでしょう、まあ、ちょっと今後もですね、新車買う系会社員の車買う系会社員の村山さんにですね、皆さん注目いただいて、いかに自分が乗りたい車を乗るか、ぜひツイッターフォローよろしくお願いします。このまま行くとディズニーランド入ってしまいますね。これちょっとね、今もう夢の国の手前まで来てしまいました、はい、このまま左走ってるとディズニーランド、ちょっと我々2人でディズニーランドに駐車場、おじさん2人で LC コンバーチブルでディズニーランドに来てきたみたいな、ちょっと怪しい感じになる。またこれは景色がいいドライブコースですね。そうなんですよね、まあ、今ですね、試乗を開始させていただいて1時間40分ぐらい経過してるわけなんですけども、乗れちゃってますね。 LX の時同じ感じですね。もう私もデジャブですよね、もう手足を湯に扱っていただいていやだからやっぱレクサスの特徴の一つに、やっぱその乗りやすさっていうか、そんな特別な技術がなくても普通に乗りこなせちゃうっていうところがあるんですけど、ね、ですね、さっき の、 そのスープラの話とか、はい、結構ね激しかったっていう話ですよね。そうですね、あれはまあ半分 BM なんでしょうけど、やっぱりちょっと扱いが非常にあれでしたね、じゃじゃ馬な感じがあって、はい、まあ、いい車でしたけどね、非常にあのエンジンがやっぱりさすが BM だなっていう感じありましたんで、私みたいな普通な、ね、人間からすると、そういうのだとちょっと扱いが怖いなというか、まあ、LC もそれこそそういう車だと思って身構えてたところは正直あって、でもそれがもうね普通に乗っている感じです。そうですね、あとこの車あんまりかっ飛ばそうって気にもそんなになんない感じがしますよね、下見ちゃうと。そう、それはね思いました。そうですよね、うん、普通に静かに走れちゃうので。そうなんですよね、だからちょっとやっぱ高速道路を使ってお出かけしたいな、で高速の合流の時だけ S プラスに入れてちょっと踏むみたいな。そうですね、それで十分楽しい。十分ちょっとあれですね、これだけ雨も収まってくると静かに走ってどうなのかっていう意味では開けたいとこですね。はい、行きましょう。はい、左に行っていただいて、村山さん、はい、欲しい。おこれオープンにした瞬間にまた全然変わりますね。そうなんですよ。あ、ミラコスタだ。ミラコスタには入らないように、入らないようにして、はい、いや、あれオープンカーっていいな、これちょっとじゃあエアコンをつけて。はい、ありがとうございます。助手席にこのエアコン操作できる人がいるかいないか結構大きいそういや言ってましたね。これ右です。これ右、はい、ちょっとこれの使いづらいんですよね。はい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 、デザインは非常にいいですけどね。そうですね、うん、いやちょっとね、やっぱね、オープンにしてから私がぜんテンション上がっております。いや、そうですね、ここはオープンの場所でしたね。爆音を流すことなく走ってもですね、非常になんかこうテンションが上がりますね。そうですね、まあ、特にこのシーズンは今風がちょっと冷たく気持ちいい、澄んだような感じがあって、でやっぱネックウォーマー、シートヒーター、ステアリングヒーターのおかげで体は暖かいですし、ちょうどいいバランスですね。
しかもなんかさっきのマックスヒーターにしてた時の出力を考えると、はい、割と真冬でも開けられそうな感じが多分いけんじゃないですかね。ね、しますね。まあそういう風に作ってるんでしょう。いやーダメだ、こんな試乗しちゃったらこれはちょっとぜひ買えるチャンスがあって買わない理由がなくなっちゃいます。そうなんですよね。いやでもこういう風に窓開けて走りたいです、私。いやー買っちゃってください。もう屋根の枠国産車ほとんどないですからね。もうそうですよね、はい、静岡の竹千代さんが、はい、あのロードスター買って乗せていただいてますけど、まあ、当たり前ですけどね、あれだけコンパクトな車なので。いや楽しそうですね。上が空いても、はい、室内空間の狭さがやっぱ僕とか広い車が好きなので、はい、なっちゃうんですけど、 LC は今のところ閉塞感がないんですよ。開けちゃうとこれめちゃくちゃ開放感ありますよね。ね、まあ、もちろん4座なのに2人しか座れないっていう、はい、あれはありますけど、 でも今日2人とも割と大きめのカバンがあっても乗せられてますし。そうですね。まあキャリーバッグ2つ積んで旅行に行くときに LC コンバーチブル使うのかって話になっちゃうので、はい、それは用途の違う車を持っておけ、まあまあ、2人で旅行ぐらいであれば、まあ、後ろも積めなくはないので。あ、まあ、そうですか、はい、これトランクもあるわけですもんね。ありますあります。あ、なるほど。いや結果雨にもほとんど降られず、いいドライブでしたね。やっぱり毎回こうエンジンをかける、乗るときのエンジンをかけるときの感じと、こう減速するときにシフトダウンをマニュアルでしていく、それだけでこうやっぱなんか毎日が特別なものになりそうな気がしますね。いいですね。すごい全く今踏み込んでないですからね。普通の加速、わー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 、はい、すごい。ただマニュアルでゆっくりスタートしただけ。甲高い音鳴ってましたね。鳴ってましたね。どこの車だろうと思ったら自分の車だった。そうそうそう、他にいるのかなって思ったら村山さんの車でした。いやーすごい。まあ、この後ですね、ちょっと映像化している順番はちょっと分かりませんが、内外装最後ちょっと撮らせていただいて今日は終わりにしたいと思いますが、ひとまず試乗はこの辺で終了したいと思います。村山さんありがとうございます。ありがとうございました。はい、それでは LC500 簡単に内外装チェック、引き続き村山さんよろしくお願いします。まあ、この白の LC は本当初めて実車を今回村山さんのやつで見させていただいてます。動いているこの感じとかですよね。やっぱかっこいいですね。そうですね。そのスピンドルグリルの形状が我々が所有しているような F スポーツとかと違って、なんだろう、全部が網じゃないですよねこれね。はい、ブロックっぽくなってるところもあって、下は網になってて、とでナンバープレートの台座もつかないらしいですね。ちょっと独特な付き方をしてます。しかもこの辺りシルバーなんだ、内側も。そうなんですね。メッキとそうじゃないところで完全シルバーだから、なんかスピンドルって黒いイメージがありますけど、こんな感じでシルバーで引き締まって見えてるって感じですね。私も所有してた、まあすでに正式発表されちゃったんで先代という言い方になりますけど、の RX の後期で採用された加色付きの LED はこの LC が始まりだったんですよね。でウインカーはこの縦長のラインになっていると。さっき村山さんとお話ししてたところで、その LC コンバーチブルは基本的にワングレード展開なので、通常の LC のハードトップに比べると込み込みなんですけれども、その中でもオプションがあると、はい、まずこのホイール周り、そもそもこのホイールがオプションです。あ、これそのこのシルバーの間のところがこうブラックで塗装されてるじゃないですか、はい、それがオプションの証ですか。確かですね、うろ覚えなんですよ。20インチがノーマルなはずなんですね。でこれが21インチがメーカーオプション。あ、じゃあこの私 LC って言ったらこのホイールのデザインというイメージなんですけど、はい、これはオプションなんですね。そうです。多分9割型の人がこのメーカーオプションを選んでいるはずなので。なるほどなるほど、はい、皆さんでかいタイヤにするという前提でも多分、私もこれは標準かなと思ったんですけど、はい、標準はこれじゃないらしいです。でも乗り心地そんな悪くないって言ってたのがこれ21インチでこれだったんですね。そうですね。でしかもなんかこれがすごい珍しいと、オレンジブレーキキャリパー、キャリパー入ってましたね電池車に。なんかほら NX 買うときはもうつけて当たり前みたいな。そうですね。でもつけてる人は圧倒的に多かったですけど、意外についてるのが少ない。そうなんですよ。おお、めちゃくちゃかっこいいですよ、ね。まあ、新しい RX もこのブレーキキャリパーは縦長のでっかいやつになるんですよね。まあ、そしてこの LC のこの横のカメラで多分伝わらないんじゃないかな、す
すごいいいラインしてるんですよ、まあ、それのせいで駐車がしづらいっていう話なんですけど、そうですね、もう前のタイヤと後ろのタイヤの位置が明らかに駐車まっすぐ止めてるの違いますからねあ、縦のラインから見たときに、そうです、もうあの前のタイヤの方が当然中に入ってる、あの、まあ、要は後ろの方がフェンダーが盛り上がってるので、本当だ、わかるかな、ね、これね、ぴったり駐車場のライン合わせて止められてましたもん ね、たまたま綺麗にうまくいったんですけど、ここがねちょっと隙間が空いてると思いますけど、はい、後ろの車はそのラインで行くと粉踏んでると、なんで止めれたんだろう奇跡でしたねお上手だということで、いや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 、まあ、すごくね止めやすい駐車場に来させていただいてますんで、まあ、横に NX が止まってるわけですけど、もう放ってる雰囲気がね全然違う、なんだろうこの平べったくでかい感じ、何かで見た時に僕車高も低いし、はいはい、あれ LC と思ったりボリューム感ないんだって誤解というか、はい、感じた日があったんですけど、はい、今日こうやって改めて見て NX を並べて勘違いだったな、結構肉厚ですよね、すごいいいプロポーションしてると思います。で、まあ、当然今日何度もですねもう乗させていただいてましたけど、この特徴的な内装ね、ダークローズで、ドアノブが近づいた状態でこのボタンを押すと、これで解錠もして出てきて、あとノブを引くだけと、はい、でやっぱりこう2ドアなので、村山さんとも言ってましたが、もう今ね最初のノッチの部分で止めて、もうこの駐車区画線をこのぐらいいってる形になりますし、やっぱどうしてもこのスカッフプレートのところから、本来の普通の車だったらここでね足元なくなってると思いますけど、さらにもう一段階あるので、気をつけて乗ってもらわないとかかとでやられちゃうやつですよね。そうですね、うん、多分このぐらい、要は駐車線をはみ出ない、あ、ノッチはこれが一番短いやつですね。でもこれだと乗り降りできなくないですか。ちょっと辛いですね。ね、割とねこのあっちに足を投げ出して乗り込む感じになるんですよ、はい、だからあそこにある足をここまで引けるかって話になってくるんで、多分無理ですよね。そうですね、うん、だからやっぱりそれなりにグッと開けられるところまで行って、まあ、初めて乗り降りが快適かなっていうところですね。そんな感じですね。まあ、ドアさえ開いちゃえば全然乗り込みは楽、さらにもう一個開くんですね、はい、そうなんです。あ、結構開きます、ね、開きます。ここまで開けばもう全然余裕、余裕ですね、うん、でドライブ中にも話出てましたけど、ここの部分がアルカンターラですごい質感高いみたいなのが特徴なんですけど、コンバーチブルなので、はい、濡れてもいい素材になっているという感じですね、うん、あでもかっこいいな。でこのフロント前のデザインなんかも、まあ、結局ここのね LS とかもそうですけど、ここになんかモニターとか来るんじゃないかって当初噂されながら完全に何もなく終わるわけなんですけど、いいですよ助手席乗った感じとかも。そうですね、前も要素が多くてなんかすごくいいな。で今回村山さんが操作していただいた、ね、スイッチ操作もそうですし、従来通りの、まあ、使い勝手がいいかどうかは最近ちょっと我々からするとあれですけど、タッチパッドもそうです ね、デザイン上としてはやっぱいいですよね。いいですね、シンプルですよね。本当にこの辺りのオーディオノブとかなんかめちゃくちゃお金かかってる感がしますね。そうなんですよね、まあ、運転の時は一切そんな余裕がなくて触ることなかったですけどそしてコンバーチブルの特徴といえばやっぱりこれキルティング処理が行われているというか、これステッチが上からついてるんですね。ね、すごいですよね。あ、なんか聞いたところによるとですね、LC って売っても赤字らしいですね。そうなんですか。はい。あら。だからコストかかってて、利益を生み出すために作ってる車ではなくて、もうブランドのために存続しているようなモデルらしいです。なるほど。売れば売るだけ赤字の車なんて存在するんだって感じですよね。道理で生産数が少ないわけ。少ないわけですよ。でもやっぱり。コストかかってる感じがやっぱ違うな。だってこのステッチとか入れる一つやっぱすごいお金かかって、どんどんレクサスとかの中でもね NX、RX 廃止されてるわけですから随所にありますよ。そうですよね、金かかってる感はありますよね。だってこのね、あそことか見えますかね、人がほぼ座らないと言われてる鉱石の部分にも座らない上に座ったら見えないところにもステッチが入ったり。そうですね、ここね、たったここだけのスペースのためにやったりとか、やっぱもう本当にお金をかけてる感がすごいですね。そうですね、いやこのシートがたまらんですね、ね、まあ、そしてここの首の穴からさっき村山さんが出していただいていたネックウォーマー機能が働いていて、とっても
暖かかったし、窓開けてる時だと外の音とか風の方が大きいので、はい、なんか作動音とか全然気にならなかったし快適でした。そうですよ ね。あとはこのやっぱ L バッジね、いいですね。やっぱオープンにしてる状態なので、例えば我々はこうやって後ろに行って見た時にこう見えるわけですよ。こうやって後ろから見たら見えますよね、走ってる ね。結構通行人の方も見られてましたけれども、まあ、そういったところも、ああなんかレクサスなんだなっていうのが分かるこの感じ、いやーちょっと惹かれちゃうな。後付けなんですけど、デジタルインナーミラーをつけた、そうですね、ものがここにこちらカメラがついておりますので、ちょっと後方視界が後で見ていただくと分かりますけど、めちゃくちゃ悪いのでクローズにした時ですね、これがないと。そういうことか。そうなんですよ、純正デジタルインナーミラーがあったらね一番最高なんですけど、そうなんですよ、ないので、これはちょっと必須かなと。ちょっとこう後ろがあまりにも見えないので、もうこの手の車は必須かなと思いますね。いやでもかっこいいわ。これエアロとか何もついてないんですよ、ね、何もついてないんですよ。これモデリサつけるとちょっとかなりきついんですよね、後ろも擦っちゃうかなっていうことだったんですが、まあ、純正のままだとこのぐらいの車止めは全然いけるので、うん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 、全くね問題なく普通に問題ないですね、いけてますからね。まあもうちょっと低くしたらかっこいいんでしょうけど、それ以上やるとこれ以上やるとちょっともう車止めが限界です ね。怖いですね、はい、うーん欲しい。いや行きましょう買えるならば RX が当たらなかったら歯車が動き出すかも。いや両方行きましょう両方RX もLC も LX もLC も LX も RX も、あれもうもちろん NX も行ってっていうところで、ある日突然僕姿を消すかもしれないです今ですね、デジタルインナーミラー外したバージョンチェックしようと思ったら、なんとですねビルトイン型の費用かかってるやつになってました。完璧ですね。じゃあそうなるとこのままミラーでのチェックはできないので、カメラを後ろの方向に向けてチェックしていきたいと思います。はい、これが今まあ完全に何もない状態になりますので、まあ、ミラーの見え方もまあほぼ一緒でしょう。では村山さんお願いします。あーかっこいいよ。うわトランスフォームしてる感じがあっていいですね。さあ後ろが来ました。ほう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 、あーこんな感じですね。あ相当見えづらいな。全く見えないですね。これ今カメラだとまだ見えるように見えると、なんかちょっと見やすいように見えると思うんですけど、ここにですねウィンドガードがついていて、それもあってちょっとね肉眼だとだいぶ見づらい感じがいたします。はい、今こんな感じですね。デジタルインナーミラーなしの状態ですが、これを変えるとポチッ、はっきり見えましたね。だから車の下の方からが全く見えないので、後方接近車両との感覚がつかめないんで、やっぱデジタルインナーミラーは必須かなと。当然やっぱフロントカメラも録画するドラレコ機能も兼ねてるっていうことですよね。そうですね。ああ必須かな。なんか顔前提になってるけど、ね、いいと思います。買ってくださいであとはこの助手席前の感じ、さっきもね映してましたけど、アナログ時計もあっていいじゃないですか。エアコンの画面だけでおしゃれなんですよ。そうであってほしかったし、やっぱここワールドプレミアされた時からこの辺りのデザインってすごいなって思いましたし、 UX は若干真似て作られてるわけですけど、もう金属感とかも全然レベルが違いますね。そうですよね。ステアリングのデザインもね、 LSC のデザイン本当にかっこいいなと思いますし、今日握ってみてすごく操作しやすかったです。まあ、ちょっとこのボタンですかね、このエダクルーズとかのボタンが結構固めなので新しい感じはしましたけど、こっちのボタンは問題なかったです。やっぱりホームパッドもステッチ付きで、ね、もう運転してる時に自分の目に入ってくる視界がもう満足でしかないんですよ本当に。でさっき見たくシートのしつらいとかも乗り込んでる時は気づかなかったですけど、やっぱ車降りる時とか乗り込む時なんかにやっぱりいい車だなってなりそうなんで、買える環境にある方はぜひおすすめというところが結論ですね。はい、村山さんといえばパンテーラがしっかり入ってます。ちなみに値段は30万ぐらい。はい、しっかり入れないと LC も盗まれますので、皆さん対策はしっかりしましょう、はい、LC コンバーチブルの特徴はやっぱりこのソフトトップ、やっぱ凝ってますね、この辺りも作りが ね。あ、ちょっと雨が降ってきたんだ。こんな感じです。これでもやっぱ水を弾くタイプになるんですよね。一応これコーティングはホロのコーティングっていうのがかけてもらいまして、あ、
かけてもらったんですね。そうなんですよ。まあちょっと外部の業者なんですけど、やってもらったので、だからこんな感じで結構弾きはできてると思います。なるほど、時間のタイミングバッチリじゃないですか。本当です ね。いやでもこういう感じで、まあ、今回 LC 撮影させていただきました。誰しもが買える車ではない、その予算的にも車がそもそもあるかどうか的にもあるわけなんですけど、買える人は買っておけと。はい、そうです、山さんの市なんですね。はい、はい、まあ、でもちょっと RX の当選状況によってはいろいろ考えたいと思いますが、ひとまず今回貴重な機会をいただいて、皆さん本当にありがとうございました。ありがとうございました。これからも車買う経営者員楽しみにさせていただきますので、頑張ります。はい、皆さんツイッターフォローよろしくお願いします。お願いします。ということでありがとうございます。ありがとうございました。